はい、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画は今ご覧いただいているチャンネルゾノタウンがチャンネル登録者数1000人を突破いたしました。そのご報告とチャンネル登録者数の推移を皆さんにお見せしたいと思います。それでは早速見ていきましょう。チャンネル登録者数1000人になる瞬間をどうしても見たくて、前の日の12時ぐらいが997人だったんですよ。で、夜中の2時ぐらいにもう一回確認した時には998人になっていました。夜中の2時なんですが、もうそこからずっと PC の前にかじりついて見ていました。ここまで来たら1000人になる瞬間がやっぱり見たいんです。おっと、今999人になりました。あと1人で1000人達成です。999人から約3時間後、ついにこの時が訪れます。皆さん、チャンネル登録者数1000人達成しました。本当にありがとうございます。感謝しかありません。何度か挫折しそうになったんですが、続けてきて本当に良かったです。夢にまで見たこの1000人という数字、現実なのか夢なのか、なんだかまだふわふわした気分でいます。1000人までの期間が長いように感じましたが、今となっては短く感じます。ここからはチャンネル登録者数の推移やその他のデータも合わせながら見ていきたいと思います。興味のある方は最後までお付き合いください。こちらのグラフがチャンネル登録者数0人から1000人までの推移になります。2021年12月24日に投稿を開始しました。初投稿したその日にですね、一人目のチャンネル登録をしてくれた方がいらっしゃいました。チャンネル登録者1000人への道のりは2021年12月24日に始まりました。そこから835日後、約2年4ヶ月後の2024年4月7日にチャンネル登録者数1000人達成することができました。835日というのは長いのか短いのかは人それぞれだとは思いますが、私には長く感じました。このグラフの推移を見てもわかるように、何かバズって急に伸びたというわけではありません。一つ一つコツコツ積み重ねてこの1000人達成することができました。次にこちらのグラフなんですが、チャンネル登録者数の100人あたりどれだけかかったかというグラフになります。まず100人達成するのに86日かかりました。次に100人から200人までが114日かかりました。次に200人から300人まで100日かかりました。次に300人から400人までが73日かかりました。次に400人から500人までが51日かかりました。よく聞く話なんですが、登録者数100人までが苦しくて、100人を超えてしまえばそれ以降は右肩上がりにチャンネル登録者数が伸びていくなんて話を聞いたことがあります。そんな話を鵜呑みにしていて、100人経過して200人まで114日かかってしまっていたんですが、当初は70日かな、60日で200人達成するのかななんていう思いがありました。現実はそんなに甘くなくって、100人超えて本当に苦しかったです。しかし500人まで来るあたりで114日、173日、51日とだんだん短くなってきています。これだけのチャンネル登録者数の伸び率があれば、もっと早く1000人達成すると本当にこの時は思っていました。しかし現実はやっぱりそう甘くなくって、500人から600人到達するのに135日かかりました。次に700人到達は101日、800人は51日、900人は56日、そして最後ですね、1000人は54日で到達しました。最後の800人、900人、1000人は安定して50日台で到達となりました。次に月別のチャンネル登録者数の推移を話していこうと思います。まずは2022年からになります。動画の配信開始が21年12月24日からですので、その12月、この22年の1月は登録者数ね、あんまり増えませんでした。2月からようやく増え始めて、2月が49人、3月はなんと73人増えました。この時はこのペースでチャンネル登録者数が増えていけば、あと何ヶ月なんだろうな1000人到達するのなんて思っていました。この2022年の間にはチャンネル登録者数1000人到達すると本当に思っていました。
2,3 と伸びてきた中で、この4月からの落ち込み、本当に、なんていうんですかね、メンタルやられましたね。そう思うと4月5月は少ないなりにも増えてきたのでね、まだ良かったんですが、6月を見てください。登録者数なんと2人でした。この6月は本当にきつかったですね。もう挫折する本当に一歩手前でした。そして7月21人、8月13人、9月25人という風に少しずつではあるんですが、チャンネル登録者数がね増えてきたことで、またねやる気が戻ってきました。そして10月63人、11月がちょっと落ち込んで29人、12月が41人、このような推移が2022年のチャンネル登録者数の推移になります。こちらのグラフが2023年の月別のチャンネル登録者数の推移になります。このグラフを見てわかるように、1月から右肩下がりで春までね下がっていて、梅雨6月には登録者数たったの3人でした。4月5月と登録者数が20人台だったんで、6月この3人、この時期ね4,5,6月のこのあたりちょっと挫折しそうになりました。しかし先ほどお見せした2022年の月別チャンネル登録者数の推移を見てもらってわかるように、6月っていうのはやっぱり少なかったんですよね。なので去年の実績からしても、まあこんなもんかなっていうふうにちょっと切り替えすることができました。この梅雨時期、夏を乗り越えた後はまた秋冬に向かって右肩上がりにね、チャンネル登録者数のが上がってきました。去年みたいに梅雨や夏場を乗り越えたらチャンネル登録者数がね増えてくるかどうかちょっと心配だったんですけど、本当に良かったです。まだ2024年始まったばかりなので参考程度なんですけど、このようなね推移になっています。こちらのグラフが22年と23年を合算した月別のチャンネル登録者数の推移になります。このグラフを見てわかるように、 1,2,3月は高い推移でチャンネル登録者数がね推移しているんですが、春そして一番顕著に現れているのは梅雨ですよね。2年連続でこの推移はね本当にへこみました。そして夏になったらまた戻ってきて、秋冬とね高い水準で登録者数がね推移するというのが、この私のチャンネルの特徴だと思います。先ほどはチャンネル登録者数だったんですけど、このグラフは22年23年の合算した月別の視聴時間のグラフになります。1月2月3月は高めに推移し、春また夏にかけても下がっていくといった感じになっています。そして夏以降、秋冬とまた上がっていく、そういったグラフですねになっています。この棒グラフと折れ線グラフは22年23年の月別チャンネル登録者数と視聴時間の推移になっています。このグラフはチャンネル登録者数と視聴時間の関係性がよくわかると思います。視聴時間が多い冬場にはチャンネル登録者数も多いですし、視聴時間の少ない春やまた梅雨時期ね、夏場はねチャンネル登録者数も少ないです。また秋冬にかけて視聴時間が伸びればチャンネル登録者数も増えている、そういった関係性になっています。こちらのグラフは登録者100人ごとの投稿本数と、その投稿本数に対する1本あたりの登録者数を表したグラフになっています。100人達成までは20本の投稿をしました。そしてその20本のうち1本あたりのチャンネル登録者数は5人となります。同じように100人から200人までは24本を投稿しました。この24本で登録者数ですね、こちらが 4.16 人になっています。一番良かったのが400人から500人の間で登録者数が1本あたり10人っていうのがありました。一番ダメだった時が200人から300人の時ですね。200人から300人は31本の投稿をしました。そしてその1本あたりのチャンネル登録者数は 3.22 人でした。0人から1000人までですね、こちら1本あたりの登録者数が 5.29 人でした。 5.29 人というのはあくまでも平均ですので、1本あたりのね投稿本数でチャンネル登録者数が1人や2人っていう時もありますし、逆に10人20人っていう動画もあります。 YouTube を始めた最初の目標であった1000人達成するのに約2年4ヶ月かかりました。特にバズるわけでもなく、コツ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 積み上げてきたこの結果だと思います。チャンネル登録者数1000人を目指している方、
諦めず続けてみてはどうでしょうか。続けるのはすごく苦しいかもしれませんが、喜びも待っているのは間違いありません。 YouTube 動画投稿楽しく続けていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。また別の動画で会いましょう。バイバイ。